皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。リコリスリコイル、リコリス制服、再販。以前の動画を交えての紹介となります。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。日本の治安を守る秘密のエージェントリコリスの制服の再販が決定しました。バカな。スタトが着る赤いファーストの制服に、滝名が着るコンのセカンドの制服が忠実に再現されていますよ。着心地の良い裏地付きで、機能的なポケットも内蔵されています。こんなのもあるんだ。サイズは S から XXL までの5サイズが用意されています。ちなみに制服はランクによってカラーが違ってくる設定です。ふーん、いろいろあるんだね。袖バックルとウエストベルトのバックルは制服の色に合わせて染めて作成されています。エンブレムは刺繍で再現されています。すごいです。ボタンにはリコリスのエンブレムが刻印入れされており、上品な光沢のある仕上がりとなっています。この制服を着ればあなたもリコリスの一員ですね。いいね、好きだよ俺はそういうのが。制服を友人同士で着て、オープニングでのお尻を蹴り合うシーンや心臓の鼓動を聞くシーンなど再現するのはどうでしょう。またアニメのイベントに参加する際に着用していけばリコリコのファンだとアピールすることが可能です。だってそれが愛だろ。こちらの制服は2023年4月下旬に再販されます。そしてお値段は 49,500円です。この制服を手に入れたら、スタとヤタキナのコスプレを楽しんでみてはいかがでしょう。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事は下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、その紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。